はい、皆さんおはようございます。昨日ね、僕はオーストラリアのメルボルンに到着して、飛行機の中では全く寝れなかったんで、もう今日はね、爆睡をかましていたわけなんですけど、で前回の動画で、オーストラリアの森林火災の現場をね、ご覧いただくと思うんですけど、本当にある一定の地域ではもうかなり、被害に遭われている状況で、ただこういった都心部とかはいつも通り生活がね、営まれているわけなんですけど、オーストラリアのメルボルンって本当に観光スポットとしてもすごくて、で今日はそういったオーストラリアの魅力を皆さんにね、お届けしようかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。まあ、ここはね、僕のね、機材置き場でして、まあ、レンズとかドローンとかいろいろ入ってるんですけど、で今日はこれからヒロトですね、ヒロトっていう、ね、オーストラリアに在住している友達がいて、彼と一緒に回ってるんですけど、今日はメルボルンのオーシャンロードっていう結構有名な場所があるので、そちらに行こうと思います。はい、ちょっとヒロトが到着したらしいので、ちょっと俺セキュリティが厳重で鍵持ってないとしていけないんで、ちょっと行きたいと思います。普通に撮影してた、朝から。今おはようございます。ヒロト君です。はい、見てください、身長がバカ高いですよ190っす。僕の身長が180なんで、とりあえずバカでかいヒロト君と今日は一緒に。あれ、とりあえず上行けないんだ。上行って、ミスった。 2 hours later。 はい、ちょっとヒロトとね、合流したわけなんですが、やばくないですか。俺180センチあるんですよ、身長。190だよね。191ぐらいないかあるかないか。そう、俺クリエイターで自分よりでかい人を正直見たことなくて、ヒロトが初めて。グレートオーシャンロードっていうところを、まあなんかヒロトにこの、まあ、シネマティック系のカメラ持ってもらって、で僕が Vlog を撮るっていう、本当に緩い Vlog を撮ってます。はあ、ちょっと車でね、オーストラリアとりあえずとにかくでかいので、車で3時間ぐらいかかると思います。その途中でちょっと飯でも食っていきたいと思います。はい、ですね、今メルボルンから車で1時間ぐらい走らせて、ブルズビーチ、あれ、ベルズビーチに到着しました。で、ここ結構ね、メルボルンの、観光地としては有名らしくて、サーファーの方たちが結構多い印象です。はい、ちょっとね、今このベルズビーチ、そろそろ覚えたよ。ベルズビーチの、まあ、下のね、ビーチのところ降りに来たんですけど、なんかこういう景色見たのはちょっと初めてかもしれないっす。じゃん、すごいっすよ、なんかやばいです。本当に何なのか全然わかんない。多分海ぶどうみたいな、海ぶどうなのかな、これはよくわかんないですけど、お腹すいたんでご飯でも食べに行こうかと思います。おう、多分予約したって。今このレストラン調べて行ったんですけど、なんか電話で予約しなきゃ入れないぐらい人気店らしくて、入ることができませんでした。悲しいけど、まあちょっと別の場所で食べたいと思います。大きい。なかなかここもおしゃれだね。テラスでこういうテーブルがあって飯食えるのがすごい嬉しい。かわいいベイビーが。来ました。これ名前なんていうのか忘れた。エッグ&ベーコンエッグランプみたいなでもね、すげえうまそうっす。いただきます。
うん。ナイス。うまっ。はい、皆さん、今僕はグレートオーシャンロードの入り口に到着しました。このグレートオーシャンロードって、まあ、第二次世界大戦の、世界恐慌の時に、まあ、政府がこの仕事をもう機関兵に用意するために、この建設計画をね、作ったらしいです。後ろに像があるんですけど、本当ツルハシとシャベルとダイナマイト、これだけで人力で16年かけて作ったらしいです、このグレートオーシャンロードね。ちなみに260キロぐらい続いてますからね。まあ、これ全部260キロ全部、まあ、その人力で作ったか分かんないんですけど、まあそのぐらい歴史から物語って面白い場所だなってのを思いました。頑張ってます。これダイナマイトですね、多分。じゃん、すごい。それではグレートオーシャンロード行きましょう。行きましょう。身長高いな、相変わらず。はい、まあ、さっきの、ね、場所から、まあ、1時間超ぐらい、まあ、走りまして、ちょっと同じ道すぎて疲れたということで、ちょっとアドベンチャーしてます。アドベンチャー、はい、ちょっとやっぱりね、同じ景色だと眠くなるんでね。うわ、牛さん、あ、牛、牛、ちょっと見ろよ、ほら、皆さん牛です。 Hey guys、 やっぱり僕雨男なのか天気が悪いですね。まあいいことですよね、オーストラリアにとっては。自然的にはね、でも牛さんもなんか頑張って生きているし、ハッピーですね。はい、ちょっとね、天気が悪いのが本当に残念で、なんか天気が悪いとなんかコントラストがつかないというか、この中途半端な気候は個人的にはちょっとあんま好きじゃないかなっていう感じですね。はい、なので次のスポット行きたいと思います。はい、今ね、十二使徒っていうところに到着しました。で、ここね、本当にグレートオーシャンロードで、まあ一番有名って言っても過言ではないぐらいの場所でして、で、12個の、なんかそういう神の使いみたいな例えで、こういう名前が付けられました。ただ、なんか、ぶっ壊れちゃったらしくて、12から今8つしかないみたいです。なので、とりあえず、天気はね、まあちょっと太陽が見えるぐらいなんですけど、十二使徒行っていきたいと思います。ここが十二使徒って言われるんだ。多分手前のあの崩れてるところが壊れてしまったんだな、最近。ここだね。すごい、でも壮大。動画で見たらちゃんと伝わるか分かんないですけど、目視で見てもね、すごいっすよ。ちょっとね、なんか柵がありすぎて本当に 何も取れないんで、車出してちょっと奥の方行って、普通にその観光地じゃないところで撮影しようかなと思います。ですよね。はい、ちょっと今調べてますんで。さすがヒロト、仕事ができる。わーお、めっちゃ綺麗。ここすごい、やばないですか。やばい。ここ来て本当に思ったんですけど、なんかオーストラリアって今火災ですごいなんか大変そうに思えるけど、オーストラリア自体こういった自然含めもう魅力が多すぎて、もう火災とか関係なしに絶対来るべき、オーストラリアは。皆さん今ね、多分びっくりすると思うんですけど、時刻が19時半なんですよ。19時半で太陽はそこですよ。で、21時ぐらいまでめちゃくちゃ明るいっていう。で、朝の日の出が、7時ぐらいにはもう上がってるんで、オーストラリアのメルボルンは日照時間がめちゃくちゃ長いと。なので、こんな感じで撮影したいっていう時でも、もう撮影する時間がめちゃくちゃ長くなるんで、オーストラリアは多分撮影ポイントとしてはすごくいい感じだと思います。ふぅ！この場所ね、めちゃくちゃレベル高い。いろいろやばい。ほら。ちょっと言語化するのが難しいけど、すげー、マジやばい、ここすごすぎ。ふぅふぅふぅ。今日あれでしたよね、最初はなんかあんまいい場所見つけられなくて、天気も良くなる、結構萎えてたんですけど、
なんか最後の最後でこのサンセットとこの景色が出てきたのはでかいっすよね、だいぶ。はい、運がいいぞ。いや、めちゃくちゃ嬉しい。本当に嬉しい。こういう景色見れるのね、本当に嬉しいんですよ。Thank you! Thank you! Woo! オーストラリアありがとう。自然をありがとう。こんな感じでめちゃくちゃふざけてます。飯食い行きます。なんかこれファイヤーファイターズドネーション、マクドナルドは募金するパネルがこの注文パネルの中に入ってるっていう、すごいですね。これで募金できるんですよ。こういうのね、日本でもやってほしいですね、こういうのね。オーストラリアのマクドナルドの味を皆さんにちょっと僕がねレビューしようと思ってます。今回頼んだのはこちら、じゃん、チキンクリスピーバーベキューチキン。わかんない。いただきます。あ、全然うまい。けど同じものある日本チキン、ない。これはないんだ。うん、うん、うまい。このチキンがまず熱々で、ベーコンも入っててこのチーズでまろやかになる。俺下手だわ。はい、あは、ハミスチュアル、うん、Are you famous? A little bit JapaneseJapanese? Yeah. Can I be in the... Hi. Hi, man. Bye. Bye. すごいですね。はい、日本の皆さん、こうオーストラリアに来るときはこれ一眼レフカメラを構えて店にいるといろんな人から声かけられます。覚えてみてください。お疲れです。あ、お疲れです。あ、おやすみなさい。はい、すい。おやすみなさい。ありがとうね。バイバイ。じゃあね。はい、そんな感じでさよならしました。僕たちは家帰ります。あ、疲れた。皆さん、疲れました。まあね、ようやくね、帰ってきまして、まあ今からデータ移動するんですけど、明日はサロンメンバーの方が、僕が運営してるね、トランスサロンっていう動画コミュニティがあるんですけど、そのメンバーの方がね、メルボルンに在住してるということで、一緒にね、カフェとか行こうかなと思っております。なので明日もね、こんな感じで、まあ緩く喋るだけの動画になるんですけど、まあ、こうやってね、6K でしっかりと、かっこいい動画も撮っていますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日はね、もう疲れたんで寝たいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。